飯塚古墳でございます。前回2、3ヶ月前やけどね、もっと前か、電池切れか締め切れで取れてなかったんですよ、途中までしかね。前方後円墳90メーターぐらいあるのかね、もっとあるかもしれないな。これが前方部の一番手前のね、西北でございますかね。上はもう畑になってますからね。その時はどうやったかなと、後円墳の墳頂が登ったんですよね。全然取れなかったね。ちょうど今日今通ったんでね、思い出しまして、看板見てから行きましょうか。どこに農業公園と書いてあるかね。あ、こちらだ、はい。それが、比叡塚古墳なんですね。比叡塚古墳こちらです。これもう畑になってますけどね、上はね、はい。はい、じゃあ回ってみましょう。はい、そしたら比叡塚湖の向こうの公園の墳場に登ってみましょうかね。今から10年ほど前はこれ古墳と思わなかったんで、みんなね、三河かなんかなったかな。三河だけだね。横通ってないけどね。大きいね、これ。これ、ここはあっこやから。どれぐらいあるんだよ、これ。100メートル以上あるね。はい、比叡塚古墳でございます。全長が139メーター。129メーター、まあいろいろなこと書いてあると、150メーターとも書いてあるんだよね。130メーターしておきましょうか。130メーターあるね。もう高さが10メーターぐらいか、10メーターぐらいかな。もうちょっとあるかな、12メーター、そんなくらい、そのくらいか。ちょうどね、真ん中に農道が走ってますから、この辺まで取ったんやな。この辺まで、この辺まで汁があったんやね。この後切れて、これ残ってるかね、日がくなってるね。ここ棒があったんだよね、おそらくね、棒がこうこうね、公園部公園墳ね、これはね、おそらく。ちょうど真ん中をね、農道が走ってますから、これ。これ、くりちゃうな、これ。どんぐりや。ああ、この辺は石垣がくりあるね。はい、墳頂でございます。墳頂、ここいけんの。今やから入るんだよな。おお、こんなことになってたのか。まあちょっと入られんな、これは。ほら、大きいね、これ。この大きさでございますからね。はあ、前回ここは入ってないよ。
ほんで、いやひっつき虫がこういうことになってる。こうやな。これがこう前方でございます。130メーター。なかなか大きな古墳でございます。5世紀初めですかね。これ豊富の方にちょっと行ってみようか。みかん畑でございます。来てるな。はい、ヒレ塚公園でございました。こっち降りなかったからまたバックして降りましょうか。そのあそこの向こうにもあっこにもこっちも古墳があってね、あっこもあっこも古墳だらけでございます。比叡塚古墳でございました。はいはい、比叡塚古墳の墳丁が流れましたよ、初めてね。はい、ありがとうございました。次もう一箇所行けるかね。もうクタクタでございます。もう4時間5時間歩きっぱなしだね。はい、ありがとうございました。